はい、納豆好きな俺のねちゃねちゃ動画、今回は、こちらです。おかめ納豆の、うま味、まろやか昆布だし。こちらが、45g が3個ついてて、だいたい100円ぐらいかな。で、こちらも極小粒となっております。そうですね。うん。極小粒。で、販売者が高野フーズ株式会社でございます。それでは、混ぜていきましょう。今回も、2パック。納豆は1日に2パックまでにしてください。ね。間違いなく、吐き気が出るんで。極小粒か。極小粒ってことはあれだな。一番売れてるね、おかめ納豆の、あれと同じですかね。うん。よし。本来このカップでも混ぜやすくなってるっていうね。丸型、そこが丸底なんで、この状態でも、こう、かき回しやすいようにはなってる。うん。俺が一番好きな極小粒の、方は、四角なんで、かき混ぜにづらい形状にはなってますね。よっと。醤油を入れて、多分これも出汁じゃない。タレが、まろやか昆布出汁ってことなんで。ちょっと俺あんま食ったことないですね、これね。普通のやっぱ一番売れてる、極小粒以外食ったことないんで、ほぼ。まあ、やっぱあれがコスパいいんすよ。やっぱり 50g が3個入ってるんで、こっちは 45g が3つですから、まあ 15g 違うわけですよね。15g 違うって結構違うんですよ。やっぱり。あ!これタレがちっちゃいですね。うん、ちっちゃいっていうか、うん。極小粒の方は、これの2倍ぐらい入ってるんですけど。さあ、今日ゴールデンウィークが始まりましたよ。今日は4月の27日。むちゃくちゃ寒いです。ね。4月の下旬とは思えないほどの、寒さ。で、俺仕方なくもう掛け布団。引っ張り出しましたからね。一回片したのに、ね、まさか4月の27日こんなに寒いとは。外がだいたい12度ぐらいですね。部屋の温度18度ぐらいです。雪降ってるとこもあるみたいですね。地域によっては。まあ、地域によってはですよね。大体北海道だ。大体北海道だと思うけど。ああ、やっぱあれだな。賞味期限がね、まだあるから、すげえこの粘りがあって、やっぱりいいね。納豆はね。日本の心。いただきまーす。甘めですね。うん。タレが。
甘め。うん。うん。甘めの、タレなんで、この甘めの味が好きな人は、いいのではないか。うん。あ、極小粒結構使われてるんだな。うん。おかめ納豆で、極小粒。粒の形が、極小粒のやつが、1,2,3,4,5,6,7,8種類あるみたいです。うん。うんうんうん。うん、まあ甘いっすね。うん、甘い。それに尽きる。商品は検索すると、昆布だしを使っているのがこのやつ以外に、引き割り納豆の、うま味ってやつが使われてるみたいです。商品特徴。うまみと甘みを強めて、まろやかな味にリニューアルしました。ほぐれやすく柔らかめの納豆に昆布だしの味がしっかりとよく合います。なるほどね。なるほどな。まあ、これあれでしょうね。うん。だから甘めなのが好きっていうことは、これ一応地域限定みたいなんですよ。北海道エリアと東北エリアと関東甲信越と、近畿北陸東海エリア、中国エリア。ん？じゃあ沖縄では扱ってないってこと？ほぼほぼ全部じゃないか。あ、あれか。九州はないね。うん。うん。九州と沖縄以外は、まあ、売ってると。これ多分好きなのはあれじゃない？関西人の人が好きなんじゃないかな。基本東北地方って、しょっぱいのが好きなんで、うん。
多分甘めが好きだと、関西人じゃないかな。うん。おたふくソースとかね。新潟とか東京とかだと、ブルドックソースっていうのが売ってるんですけど、あれが一番好きなんですよ。とんかつソースとかね。逆に、おたふくはちょっと甘いんですよ。うん。やっぱね、ブルドッグ。ソースはやっぱりブルドッグ。うん。基本的に、関東と関西では、味覚がやっぱ違うんで、はい、それを例に言うとあれだね、チョコミントとかさ、関西人チョコミント味のね、アイスね、大嫌いなんだって。まあ当然関西にも好きな人はいるんでしょうけど、多分、おそらく割合的に少ないんだろうね。うん。だから俺も、東京にもおたふくソースっていうのは売ってるんですけど、おたふくソースにもなんかとんかつソースとかあるんですよ。確か。だけど美味しくないね。うん。確かね、おたふくソースはね、おたふくのお好みソース。で、焼きそばソース。んで、たこ焼きソース。そして、とんかつソース。え、ウスターソース、中濃ソース。とんかつソース。うん。で、あるんですけど。そもそも売ってない。うん。おたふくのとんかつソースはこっちには売ってないですね。お好みソースは、お好み焼きのソースは売ってるんですよ。こっちで売ってるって言ったら、大体、さっき言ったブルドッグ。うん。で、あと関西にいたときに、住んでたときに、わかったのが、怒りソースってやつですね。うん。これは多分、東京にも売ってると思います。うん。だいたいダイソーとかで売ってます。ちっちゃいやつだ。うん。
多分こっちの方が美味しいんですよ。うん。値段が手頃で、なおかつ、割と関東向きな。うん。まあ、うん。うん。ただ逆に、大阪に住んでた時はブルドッグソースは売ってなかったです。うん。やっぱね、ブルドッグソースはね、とんかつ。とんかつソース。で、ぶっちゃけ俺とんかつソースしかほぼ使わねえんだけど。うん。ウスターソースとか中濃ソースとかあるでしょ。これもう全部醤油だから。うん。新潟に住んでた、実家に住んでた時はもう全部醤油。うん。ウスターソースとか中濃ソースは使わない。でも、とんかつソースはやっぱとんかつソースで使うんですよ。うん。ね、カツとか、なんか揚げ物とか。コロッケとか。うん。だからね、少なくともウスターソースは絶対いらないんですよ。うん。俺の中では。もうウスターソースイコール醤油だから。まあ、あと東北の人はやっぱさっき言ったように、しょっぱいのが好きなんで、結構何でもかんでも、醤油とかかけたり、したりするんですよ。どこやったっけな？富山県だったかな？ものすごい塩の、醤油とかの消費量がすごい一番多いとかって。で、塩分っていうのは、まあ基本的に、ね、毒だみたいな。ね、取りすぎたらやばいと。っていうこと誰でも知ってるんですけど。で、その富山県だかどこだ忘れたけど、そこの県はですね、なぜか、一番塩を消費してるのにもかかわらず、いわゆる病気になる確率が非常に低い、みたいな、記事があったのを覚えてます。とにかく漬物とか、うん。で、よく塩を使うんです。で、食卓に、漬物が、
並んで、なおかつその塩分濃度も非常に高い。うん。塩はなんか血中のね、なんだ、血糖値が上がったりとか、わからん。それなんだっけ、血圧が上がるのか。だからそれイコール、血圧が上がるイコールなんか、その、動脈硬化とかわかんねえけど、まあそういった病気になりやすいはずなんだけど、なぜかなってない。これはどういうことだ。ああ、やっぱ牛乳うめえな、やっぱ。で、結局、まあ、どういうことなのかちょっとわかんないですけど、まあ、おそらく、野菜を結構たくさん食べていると。ね。漬物とかで。だから、なんじゃないのっていう。だから、でもわかんないですよ、結局。ね。うん。10年前。今から10年前。ワインは適量飲むと長生きする。で、10年後の現在、これです。酒はすべて悪い。もう180度ひっくり返ったんです。で、俺が予想するに、もうあと10年経てば、またひっくり返って、やっぱ酒は適量で良い。適量の方が長生きする。だからこれ多分、終わんないです。100%。科学的に立証されるとか言ってるけど、そもそもじゃあその科学と言ってるの何なのかって話。科学的に証明されてるのに、なんで10年後ひっくり返ったんですかって。その答えが、年月が経って、科学が進歩したから、なんですよ。つまり、あと10年後、また科学がさらに進歩します。ので、おそらく反転するでしょう。うん。こういうのが何度もあるんですよ、この科学。だから、結局ね、一番いいのは自分がうまいっつって、ストレスなんですよ、結局。しょっぱいもの食べちゃダメって言われて、食べたいんだけど、我慢するかーってなって、それストレスになるんですよ。で、ストレスっていうのはもう様々な病気の引き金、トリガーになるんで、前もありましたけど、100歳超えのおばあちゃんが毎日、ドクターペッパー何本飲んでるって言ったっけな。2本ぐらい飲んでるって。でも、それでも、ね、しっかり長生きしてるんですよ。あれっつうのは結局、ドクターペッパー飲んだ大好きです。飲んでうめえ。うわぁ、うめえわ、マジで。
これでストレス発散になってる。つまり、結局ストレスフリーで自分でいられる状態。それが一番結局いいんですよ。さらに言うと、プラシーボ効果。プラシーボ効果にも、さらに、左右されますから。だから自分でこれは健康にいいっつって食ってるやつが一番いいんです。しかもうめえっつって。うまいんだから健康になる決まってんだよ。それでいいんです。うん。それでいいんですよ。三島のあかりちゃん。これね、あんま美味しくないです。これあんま美味しくないです。これ焼きたらこ。違う、たらこ？たらこですね。ピリ辛たらこ。からし明太子を乾燥させるようなやつですね。うん。個人的に焼きたらこ大好きなんですけどね。うん。うん。からし明太子も好きなんですけど、ぶっちゃけの話、焼きたらこからし明太子が欲しい。からし明太子の焼きたらこ版が欲しい。焼いたバージョンが欲しい。うん。ないんすかね。もう焼きたらこうめんだよな。おにぎりで焼きたらことかすげえうめんだよ。うん。梅干しとかも大好きなんですけど。焼きたらこも大好きですね。あとまあシーチキンとかも好きですけど。うん。うん。だから結論といえば、もう科学なんて信用しなくていいんです。これは俺の持論ですけど。ね、6年間ぐらいね、インフルエンザの予防接種してないんです、俺、一切。で、帰ってきたら手洗い、うがい、しっかりやってる。石鹸で手洗って、うがい5回、ね、ガーペって。これを5回やってる。でもインフルエンザの予防接種受けてません。でもかかってないです。6年間ぐらいかかってないです。で、昨日ググって分かったんですけど、インフルエンザの A 型と B 型があります。具体的に言うと C 型もあるんですけど、A が一番強い。まあ、40度とか超える。B がだいたい38度ぐらい。C は知らん。で、B。インフルエンザの予防接種してもかかる可能性があるのは B なんですけど、さあ、その B の、ね、やってない、その処方、予防接種受けてない人間と受けた人間。インフルエンザの B 型がかかりやすい。いや、かかる確率はいくつですか？その二人がね、A、B いたとして。これがなんと、びっくり仰天。予防接種した方は 50% の確率しか予防できない。意味がわかんないと思うんだね。50% っすよ。2分1。何その2分1って。受けたのに2分の1でかかるって意味がわかんないな。そもそも。うん。だから、俺は予防接種受けないんですよ。いつも。
なんでかっていうと、10年前ぐらいに、で、5年前ぐらいに、6年前ぐらいか。インフルエンザは、いわゆるチョコレート業界のバレンタインデー的なものだと。ただの策略であると。あいつら儲かってる。しかも、値段設定もあれ、病院によって違うんです。3000円だったり6000円だったりとか、幅があるのは、あれ自由で選択できるんですよ。あいつら。病院のやつらが。で、ワクチンとか言って、儲けられるんですよ。でも、医者は、インフルエンザの予防接種は受けない。らしいです。なぜならば、そんなの効果がないの、わかっているから。という、情報が、まあ、本でも Amazon でググると出るんですよ、本。インフルエンザの予防接種は打つな。みたいなタイトルのやつがあるんです。で、俺それ知って、あ、もうそれからもう受けないわ、つって。3000円から5000円無駄ですからね。ただし、一つ例外があります。絶対に受けた方がいいのは、赤ちゃんの時、何歳までだったかな忘れた。3歳未満とか6歳未満とかだな。の人は、まあ、親ですよね。1年に2回、予防接種 した方がいいっていうことですね。赤ちゃんの場合だと、やっぱり、インフルエンザかかったら、相当やばいんですよ。結局。まあ、老人もやばいんですけど、やっぱ、赤ちゃんだと、そもそも抗体が作られてないとか、そもそも、すべてにおいて、抗体なんての持ってないわけですからね。だから、60歳とか80歳ぐらいのじいちゃんは、あれ、風邪なんてかかんないんですよ、ほとんど。なぜか、抗体がね、もう何度も、毎年毎年抗体が、こう、作られて。で、まあ、いわゆる、まあ、バリアーみたいな感じ。ね。病原体を攻撃する、抗体を持ってるのが圧倒的に上なんです。だから赤ちゃんとか1歳、2歳、3歳とか。赤ちゃんはインフルエンザかかったらもう本当に、命の危険があるんで。まあ、80歳のじじいとかババアもそうなんだけど、ぶっちゃけお前ら80歳も生きてんだから、まあ別に、もう死んでもよくねって話なんですよ。だからまあ別にいいんですよ、あいつらは。あいつら受けなくてもいいんです。老害なんで、下手したね、最近回ってきたんで、車でね、人引いたとか、86ぐらいの、じじいが。別に死んでもいいんですよ、あいつは。どうせもう未来なんてねえんだから。うん。でもやっぱ赤ちゃんは別ですよ。1、2、3、4、5、6歳。ね、まだまだお前生きられます。80年。70、80年生きられます。それを、やっぱ予防接種は受けるのは本当に重要だと思います。ということで、こちら、納豆のお話に戻りますと、こちら、うま味は、個人的には、三つ星です。ご視聴ありがとうございました。